関東エリアのウェザーニュースアップデートです。今朝は台風のような暴風となりましたが、たくさんの爪痕を残していきました。まずは黄砂です。茨城県つくば市のりんりんさんからは、つくば市内にいるのにつくば山が見えない視界の悪さ、まるで霧の中にいるようですといただきました。強風が黄砂を運び、関東の空は霞んだ空となりました。また東京都の温泉さんからは、靖国神社参道の大きなソメイヨシノが根こそぎ倒れていますとリポートいただきました。もうすぐ咲きそうなつぼみをつけたままかわいそうにとのこと。この他にも強風で木が倒れたり壁が壊れたりなど報告が届きました。この風もだんだん収まり、明日は穏やかな天気が戻ります。では各地の詳しい天気です。明日は風も弱まり黄砂も落ち着きます。関東各地で晴れて、洗濯にもお出かけにも申し分ない天気です。ただ気温は12度前後までしか上がらず、空気はひんやりしそうです。昼間の暖かさ一転、今夜の帰り道はコートが必要な寒さとなります。気温の変化で体調を崩さないようご注意ください。それでは Weather News。